はい、声楽評論家、ゆうやでございます。今日はちょっと久しぶりに動画を撮ってみようと思ったんですけれども、いくつかですね、今までいろんな方にインタビューをさせていただきまして、皆さんで絶対に共通しているっていうことがありまして、それが喉が上がらないってことなんですね。喉が上がらないって簡単に言っても、どうやったら上がらないのかっていうのが意外と難しくて、そもそも多分私も喋ってる時点から本当はちゃんと下がりきってない、ちょっと上がったところになっちゃってるんですね。で、じゃあやっぱりその一番下がった状態っていうのを作り出して、そこから声を、作っていく、そこを基本にして声を重ねていくっていう考え方にしないと、やっぱり上がったところから声を作っていっても、結局頂点が見えてきてしまうっていうことになってしまうので、じゃあどうやったらその声の喉の上がらない声っていうのを、まあそこに戻れるのかっていうのをちょっと今日はお話っていうかできればいいかなと思っています。上がらないってことはやっぱり下げる必要があるんですけど、まあたまにお医者さんとかでこの喉を見せるみたいにスプーンみたいな鏡、こうやって奥をこう下げられるやつがあるんですけども、なんかスプーンの裏とかでこの喉の奥を下げろとかってたまにやる人がいるんですけど、ああいう力で下げても結局硬くなってしまうので、まあ自然に降りた状態を作らなきゃいけない。自然に降りた状態ってどういう状態かっていうと、私は一番分かりやすいのは電車の中とかでもう寝落ちしちゃってる状態、なんか首がガクンってなる状態、あの状態が一番この喉が下がってる状態になるんじゃないかなと思うので、やってもらうのはやっぱり一番この上を向いた時に楽に声が出る状態。この時に結局、この辺とか上げたりしようとすると、絶対ね、あーはーはーなんて声が出なくなっちゃう。絶対、喉がちょっとでも上がると、声が上を向いてると出ないので、この状態で下の方まで一番落とす。あー。あー。別に上向いてる時は、やっぱこういう向きじゃなくて、やっぱりこういうふうになんか上からなんか降ってくるからね、勝手に息が落ちてきて、上を向いてると共鳴のところとかに当たらないので、すごいスカスカに聞こえるんですけれども、前を向いた時にすごいやっぱり鳴るところに入るんですね。前を向いた時に押してるんじゃないです。ただ同じところに通してるだけで、これだけ響きが変わっていきます。押しちゃうと、あーってなっちゃうので、それじゃなくて、このなんか上から落ちてきて、素直になんか上を向いた時はすごいスカスカしてる感じなんですけど、前を向いた時もずっと同じようにこういうふうに息が上から降ってくるイメージをずっと感じつつ、それをこの体のですね、まあ、よく支えっていうところで維持する、なんか強くこう押すとか吐き出すとかいうよりも、やっぱり僕はそれ維持じゃんなんじゃないかなって最近思うんですけど、今ので多分あーぐらいまでは言ってるんですけど、そんなに力を入れなくても高いところに抜けていく、なんかこんな風にやるとか、パッサージはどうとか意識しなくても、本当に喉が下がってる状態で体を維持するっていうことができると、意外と高いところもあんまり意識せずにいけるようになるんですね。自分もちょっと最近やっと分かってきたんですけれども、なので一番喉の上がらないっていうよりは、ちゃんと降りた状態を作って、そこから声を上に乗せていくっていう感じにすると、すごく発声練習としてはいいのかなと思います。ただもちろん子音がいろいろ出てきたりとか、もちろんア母音だけじゃなくていろんな母音をしなきゃいけないので、例えばイ母音とかだとどうしても狭くなってしまいますから、あ、これいいとかだと。いい。
イボインとかすごくやりにくくなっちゃうので、やっぱりあこのアボインで通したところから前にこう押すんじゃなくて、まあ、よくあのスピンジェレってイタリアの方とかは言いますけど、押しちゃうと出しちゃう、っていうこの前になんかあの響きを集めるっていうと、どうしてもそれは押してることになっちゃうので、この落ちてくる感覚のままあの口の形だけを変えるとか、あの舌の先だけを使う、唇の先だけを使うというところを意識していくと、やっぱり無駄な力っていうのが抜けていくんだと思います。でそうするとあのブレスもすごく長く続くようになってきます。例えばあの歌あのリードとかを歌ってて、シュトラウスの解き放たれて、あのベフライトっていう曲があるんですけど、その中ですごく長いブレスで必要になってて、なんだ途中ですごく不思議なブレスをする歌手っていうのがすごくたくさんいるんですけど、そういうのも全然必要なくなってきます。Du schenktest mir dein ganzes Leben, ich will es in Bilder geben. みたいなのね。これあの今あの本来はブレスするところでもブレスしないでいたんですけど、全然ブレス持たない人って。EBS in a bit とかいうところでブレスしないと持たない人とかもいるぐらいで、こういうのとかも全然この降りてくる感じ、こっちにこうやっていくとどうしてもあの強く息の流れとかどんどんやっぱ上がっていっちゃうので、あ常にこう穏やかなに落ちてくる感じかな。ああこういうところがあのリラックスした状態を常に持ってると、本当に高い音とかもあんまりあの力まずに出せるようになってくるかなって思います。だから肺声とか肺窒息とかも、もう本当にそっちの方向でずっと作っていくと、例えばアテオカーラとかで肺窒息とか出す時とかも、I will receive a Lord, receive a Lord, serve me. にあの辛くなくいけるようになって、あでも結局でもオクターブ下でこういう高いところもあセラメとオクターブ下でやってるのと同じものを、はい、セラメと同じ感覚、オクターブ下とオクターブ上が全く同じように歌えるよっていうのが、まあ、なんでしょうね、響きが統一されるっていう意味ではすごくいいので、まあ、高い曲とかはまずオクターブ下で練習してみるかな。上を向いたままとかで喉が分かんないようにやってみる。その状態のままオクターブ上で練習してみるとかいうのもすごく効果があるので、ぜひやっていただければいいかなと思います。まあだからボエムとかもそうですね。ラスペラスラララララララこのラーっていうのとラーってなっちゃうと、もうそれラーラSpare
同じようにいける練習、下オクターブ下とオクターブ上っていうのが並行してなんか同じものであるかのように歌えるように練習する。そのためには喉が常に下がった状態っていうのを意識してやるとすごく喉が上がらないでできるようになってくるんじゃないかなと思います。私もまだ全然上の方で上がってるんですけども、でもこれを練習をやるようになってから徐々に上の方とかも楽に出るようになってきたので、まあ、効果はあるのかなって実感としてねすごく感じてますので、ぜひ発声練習とかでまず一番最初に一番下まで落とす、落としたところからポジションを変えないで発声練習で高いところまでやるように練習してみるっていうのをやっていけると、まあ、徐々につながってくるのかなって思いますので、ぜひ試してみていただければと思います。はい、今日はこんな感じです。ご視聴いただきありがとうございました。